あのね、告知の方、もありがとうございます、ね、お席はもうないんですもんね。そうなんですよ、もうありがたいことに、ね、すごいよ ね、ほんまこんな人気かっていうぐらい。だって新喜劇で出てる人ってのは出てもあなたしかいないわけでしょ。いえ名前出してもそうそうだからここからまだいろんな人が出てくるんだけど、はい、そうなってきたらうわもっと見たかったって生で見たかったっていう人がいっぱいおるっていう人に向けての。いや本当そうなんですよ、ありがとうございます。まあ、9月20日そのね NGK の方で僕あの、はい、バレーボール選手を呼んでですね、新喜劇するイベントね、はい、文字出しの新喜劇どうでしょうというイベントやるんですけど、はいね、これがあの、はい、今回ですねあの生配信もするので、もうこれがちょっと皆さん本当にチケット買っていただきたい。生配信はどうなんですか、売れ行きは。今のところはまだ全然売れてないんですけど。あ、そうだね。ちょっとその告知の方もね、はい、直前ぐらいでバーッとやっていこうかみたいな話をちょっとしてて、なんか結構そう戦略としてなんかね、そのオンラインチケットでこうその近づいてきたら伸びてくるらしいんですよ。あ、行きたいな行きたいなっていう、はい、まあでも結局だから今その新喜劇のメンバーが見えてない状況で出てない状況で、ね、何が起こるかわからない、そうですね、誰の何がわかるかわからない、でもそれを見ようと思ったらっていうとこやね、はい、ね、水曜どうでしょうのパクリみたいなタイトルですけど、ね、北海道出身なんでね、こんな新喜劇どうでしょうということで、はい、ありがとうございます、ね、ぜひともたくさんの方に、ね、配信の方、はい、ね、見ていただきますよ、お願いします。私の方からの告知でございます。9月の23日に、ニューコメディープレイという、まあ、お客さんからお題をもらって即興で新喜劇を作るというね、すごいな、まあ、はい、セットなし、台本なし、小道具なし、ぜひともね来ていただきたいと思いますが、ゲストがね、はい、藤崎マーケット田崎くん、ああいいですね、はい、あと森安バンバンビガロ、はい、絶対森安バンバンビガロは即興が不得意やと思って、指差して笑ってやろうと思って今回教師なるほど、でもちょっと面白いですよね、普段そういうこと しない方がね、はい、やるっていうのも、はい、ぜひともたくさんの方に来てて、新喜劇の座員さんに関してもあれちょっとね、当日にはならないですけど、もうちょっと早くに出しますけど、まだ来ていただくようになってますので、ぜひとも皆さんで新喜劇を作る、ね、はい、ただとりあえずもう一回できるためにはね、そうですね、お客さんに来てもらわないといけないと、はい、なのでたくさんの方ね、どこでやるんですか、イエスシアターです。あ、はい、はい、ぜひとも、たくさんの方に来ていただきたいと思います、はい、そしてあと10月の22、23でございますかね、に伝統芸能新喜劇というのがね、うん、大阪のクールジャパン、クールジャパン大阪、あれ内川さんがなんか、ね、そうです、はい、はい、あれ出るんですか、私に出させていただくことになりました、まあ、もうとりあえずジンジャーエールだけは飲まずに、あ、まだ、もう水ばっかりって、水ばっかり、はい、はい、というわけでございましてね、他何か告知ございましてこちらも出てますので、このようなものでも面白いな楽しいなと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。